さて続いてのコーナーは恋ユニコーナー、シンデレラ恋活プロジェクト第2回目です。これ先週から始まった新コーナーなんですけれども、うん、恋愛ユニバーシティっていうサイトがあるんですけど、と連動して自分に自信の持てない女性たちがいろんな体験を通してどんどん綺麗に変身していこうっていう企画なんです。素敵な企画ですが、ね、前回ね、うん、あそこで終わっちゃったから、ね、楽しみだよ。どうやって変身したの？気になってましたよ、すごく。そう、だって変身したのかなってちょっとすごい気になってました、ね、それではこちらをご覧ください。シンデレラ恋活プロジェクト第2回は恋活の前準備として、さまざまな分野のプロからレクチャーを受けます。まずは新井先生ことくまちゃんです。男性の好きなヘアスタイル巻き髪を学びます。カチ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 、おー、最後仕上げた時のふわふわ感がちょっとまとまりやすくなっちゃう。巻き髪にすることでふんわりした印象となり、女性らしい柔らかい雰囲気が出てきます。しかしヘアアイロンを使い慣れていないシンデレラは四苦八苦。なるべく大きい鏡の前でやってあげる。続いてマチコン講座。普段の合コンとは全く違うので、そこだけちょっとなんかこう、私これいいのかなみたいな、あわわしてると会話内容さえ飛んでしまうので。シンデレラはマチコンに興味津々、思わず笑顔が。すごい楽しいと思いますよ、普段のマチコン行ったことがない人は。講座前と講座後ではシンデレラはどう変わったのでしょうか。なんか自分で変わったって思うよりも周りの反応がすごい違うことにびっくりしてます。普段はカラーも普通に異色とかなんですけど、 3D カラーに立体的にしてもらったりして、プロは違うなっていう感じでした、はい、自分の年齢にふさわしいおしゃれというかメイクをしていただいて、ますます自分らしさを表現できてきたかなと思っています。なんか普段自分ではしないヘアアレンジだったりメイクなので、あ、メイクってこんなに変わるんだってびっくりしました。思ったよりナチュラルに仕上げていただきました。いや、皆さんシンデレラ恋活プロジェクトどうでしたか。いや、やっぱね、ヘアとかね大事なんだなって、ちょっと、ね、だって髪型なんですね。大事、ヘア。私もこの時点で終わってるよね、負けてるだろマジで。皆さんの恋愛事情をちょっと聞いてみたいなって思うんですけど、恋活してる人いる？アドバイスじゃないんですけど、私もずっと割とボーイッシュなのが好きで、それこそ無縁というか、あんまり苦手な方だったんですけど、ちょっと女の子を意識して、それこそ、ね、さっきみたいに巻き髪とか、ちょっとリップを色を変えてみるとかっていうだけでも印象が変わって、なんかね、注目というか、あれなんか変わったっていうところから、なんかあるんです。あれ変わった？言われたら嬉しいじゃん。なんか次回はどんな進展があるのでしょうか、うん、以上シンデレラ恋活プロジェクトでした。